アントーノフアンマイナス -2 ロシア航空森林警備隊の消防機型アンマイナス -2P アンマイナス -2 は第二次世界大戦後の1947年にソ連のアントーノフ設計局で開発された副用機である。ロシア語の愛称はククルーズニクであった。アメリカ国防総省が割り当てたコードネームはタイプ22。北大西洋条約機構の付与した NATO コードネームは コルト。アン -2 は、ソ連で需要が高かった農業や、林業用の航空機として、オ三 -38 アイストッポ -2 の後継機として開発された。1947年に初飛行し、東側諸国を中心に多数が運用され、現在でも多くの機体が現役で運用されている。機体は、服用に星型レシプロエンジンという旧式設計だが、 未整備の滑走路で離着陸できるほか、整備性、安定性に優れており、信頼性が極めて高いとされている。また、現役の服用機では最大の機体でもある。12名の乗客を運ぶことができる旅客用のほか、落下産部隊を運搬する、軍事用、農薬散布などの農業用といった多目的に使われたほか、離着陸性能や整備性を買われて、 骨幹地用や熱帯用などの極限の環境において運用できるタイプが作られるなど様々な運用がなされていた。南極でも物資輸送用に運用されている。アンマイナスには数多くの派生型が開発されたほかアントノフ設計局によってエンジンをターボプロップに換装し機種の形状を流線型に改良したアンマイナス3も存在する。 ウクライナの古いウニャ貨幣に刻印された、ウクライナの飛行機アンマ -2、アン -2 の生産は、ソ連では1960年までにおよそ5000機が生産された時点で終了したが、その後も運航に必要な交換部品は継続して生産されていた。ポーランドの PZL 社では1992年までアンマイナス -2 の量産が継続されていたほか、 中国でも運輸小型としてライセンス生産が行われて冷戦崩壊後の1992年まで生産されており、総計すると最終的には約1万7000機もの数が生産された。機体価格も中古機でおよそ3万 US ドルという低価格であり、手頃な小型輸送機として多くの国家の政府や民間人によって運用されており、21世紀に なった現在でも多くの発展途上国で現役である。先進国でもその古典的な機体特徴からパラシュート効果用や航空商用の機体としての需要が増加しているほか、航空機コレクターが収集している機体も多い。ただし、西側では現在の航空機安全基準では安全性に疑問があるとして運用に制限がかけられていることも多く、 アメリカ合衆国では1993年以降に輸入したアンマイナス2に対して運用は空港から300マイル以内の飛行に限定されているというアンマイナス2ポーランド空軍機エストニア空軍のアンマイナス2エストニア空軍のアンマイナス2マケドニア軍のアンマイナス2アンマイナス2運用国東側諸国をはじめとする各国の軍隊でも1970年代頃までは 小型輸送機として運用していた。ベトナム戦争では、ベトナム人民軍機が実戦に投入され、本来の輸送任務のほか、少量の爆弾を搭載して、爆撃任務も行った。南ベトナム国内で爆撃を行った同機が、エアアメリカの UH-1B によって撃墜された事例もある。クロアチア紛争においても、航空戦力が劣勢だったクロアチア共和国軍が、 爆撃機や簡易電子戦機として、時には夜間作戦にも使用していたとされる。北朝鮮では、アン -2 の中国生産型である Y-5 を特殊部隊が運用しているという。同国では、この機体は木製のプロペラとレーダーに映りにくい断面を持つ、キャンバス基地張りの主翼後半部と後半張りの水平尾翼を持つなど、ある程度のステルス性が、 自然と備わっておりが2010年9月16日の上院軍事委員会に提出した書面証言でのほとんどが布時でできているという記述はご情報である。前線に破壊活動のための特殊部隊をパラシュートで降下させようというものである。また、ヘリコプターよりも低速で巡航できるためレーダーにトラックが動いているようにしか映らないのではないだろうかという指摘もある。 ただし、低速のため乗り心地は悪くないが、機内のエンジン音が著しいため、機内でのコミュニケーションは全て手信号で行われている。しかし、その前年の2009年5月4日午後2時30分に、中北、ヨンドン郡、交換面、交換 IC 近隣に、韓国空軍の訓練用航空機 L- に一機が不時着し炎上大破した。この事故により、 L-2 が実はアン -2 の偽装名であることが中央日報の記事やミリタリーサイトを通じて明らかになった。実は韓国空軍も長らくアン -2 を特殊戦訓練用に運用していたが韓国国防部や韓国空軍はその事実をマスメディアが記事にすることを許さず隠蔽していたのである。2009年5月8日の情報消息筋によれば 韓国空軍が保有するアンマイナス -2 は全20機余りに達し、大部分は1970から80年代にポーランドなど東ヨーロッパ圏国家から導入したものとのことである。保有目的は北朝鮮軍の空中浸透に対応する戦略、戦術を開発するためである。当然、韓国側はアンマイナス -2 に捨てる姿勢がないことを知っていたはずである。また、 韓国の連合ニュースが伝えたところによれば2008年10月9日に公開上で行った軍事訓練で旧式の地対艦ミサイルであるシルクアームを改造した空対艦ミサイルをアンマイナス -2 の機上から発射したとされる。しかしながら同ミサイルの重量は3トンであるため燃料を含めた最大搭載量が2トンしかない同機への搭載は不可能であるはずだが それでも、韓国の軍当局は、同期を新たな脅威として対処していく方針で、対空用の機関砲などを増強している。2014年に入り、韓国の中央日報は、北朝鮮軍の特殊部隊が最近、韓国に侵入する特殊作戦用の航空機を投入し、韓国の民間空港への攻撃、選挙を想定した訓練を実施したと報じ、 アンマイナス2をその形状や低速によるレーダー補足性の低さなどの理由で使用し、北朝鮮の特殊部隊が韓国侵攻作戦に踏み切った場合、同期が主力兵器になると見られていると報道したという。アンマイナス2自体は機密性の低い汎用機であるが、蒸気のように空挺作戦や特殊作戦に使用されることが多い、ためアメリカ陸軍も研究用として、 限定数のアンマイナス2を保有している。アンマイナス2三面図。ありがとうございます。